筑穂にイルマさんの伝説的エピソード集。背伸ばしたいな。イルマ、マシュマロ食べると背が伸びるらしいよ。マジで？食べまくろ。マシュマロめっちゃ食べてるのに全然伸びないやんけ。むしろ太った。ビレバン来た。でもこういう所狭しと物が空いてある店、苦手っちゃ苦手なんだよな。何もかも破壊したくなる。久しぶりにほろ酔い飲むか。ああ、もう半分飲んだか。ああ、ニコニコしちゃう。ああ、帰ってきた。ってセミいんじゃん。どうしよう。なんか投げるもの。あ、これ、スイカを投げて追い払おう。えい。はあ、よかった。ちゃんとカード洗っとこ。ボイシング折り曲交換合唱楽しみだな。ラップ担当は翔くんだしな。イエイツさんはうちの曲、ジョーカージョーカーか。あ、翔くんから連絡だ。ん？ラスサビの照明ってなんて発音してるのって。ああ、俺の癖出てるわ。照明って歌っちゃってるし。そりゃ混乱するよな。シクフォニミコトさんの伝説的エピソード集。いい子にしててね。はーい。お母さんお母さん。ああ、今運転してるから。後でね。ああ、面白くないな。困らせよ。よっ！あ、こら！すれ違う人に声かけないの。帰ってきた。鍵開けてっと。ん？あれ？鍵開いてる！まさか泥棒？家の中は、よかった。誰も入った痕跡はない。リンゴ食べるか。え、リンゴがない！まさか泥棒？あ、待てよ。今日出かけるときに持って行って、駅に向かいながらリンゴを食べてたんだった。寄ってきた。レモンサワーになります。ほら、ミコト、酒来たぞ。え？はい。あ、ありがとうございます。ちょっとトイレ行ってきます。イフさんのあの行動、高額のためにメモしておこう。やった！学生証届いた。かっこいい。あれ？待って。学生証なくした。今日はイレイスの24時間生配信だ。ナイコさんから電話がかかってくるって言ってたな。でもいつになるかわからないし、眠いし。よし、パソコンの前で待機しながら寝よ。シクフォニアメの小雨さんの伝説的エピソード集。僕もツイッターアカウント作ってみるか。名前どうしよう。敗北を知りたいにしよう。わあ、うわ、なんだ雨のか。お前ほんと抱きつくの好きだよな。いいじゃん別に。う、どうした？ちょっと胸が痛くて。大丈夫か？それ乳がんかもしれん。病院に行った方がいいよ。マジで？ああ、確かにしこりができてますね。大丈夫なんですか？これ多分原因は花粉症の薬ですね。花粉症の薬はアレルギーを抑制するためにホルモンバランスが崩れたりするんですよ。このままだと大きくなりますね。え、女性になりかけてるってこと？コンビニでパン買った。後で食べよう。って靴ひもほどけてる。結び直そう。うわ、カラスにパン取られた。小雨、なんかみんなから綺麗な仏って言われてるみたいよ。そうなんですか？でも僕、イム君のこと大好きなんですよね。え、そうなんだ。
はい、もう首絞めたいほど好きです。イレイスさんのライブ始まった。わ、なんか飛んできた。お札っぽいやつだ。どれどれ。あ、僕のとこにはイムくんのお札だ。やったー、財布にしまっとこ。1382円になります。はい、これで、あ、これじゃない。シクフォニランさんの伝説的エピソード集。あ、イルマ先生だ。またかよ、ほんとメンバーの体めっちゃ触ってくるよな。でもイルマが一番いい体してるわ。はい、皆さんお待ちかねのお茶爆タイムでーす。いや、金爆タイムでーす。ではこれより時間制限90分で旅放題となります。ごゆっくりお楽しみくださいませ。はーい。失礼します、お客様、もうすぐ90分となります。え、もう？うわー、今日めっちゃ人いるなー。ランついてこれてるかな。なっちゃん待ってー、はぐれるから手つなぐぞ。なんかすごいねこれ、こうつなぐともう恋人じゃん。階段混んでるなー。あ、エレベーター使おう。全然来ないなー。こっちも混んでるのかなー。で、ボタン押してなかった。シクフォニヒマラツさんの伝説的エピソード集。ああ、あの子かわいいな。あの子の字ちょっと真似て書いてみるか。全く同じ筆跡再現できるようになった。お疲れ。お疲れ。失礼します。あ、ボス。暇夏の挨拶独特だな。まあ俺も揉むんだけど、イフマロも嫌がってるだろって。え、顔まんざらでもなくない。俺の時は嫌がるのに。あー、今日はバレンタインか。でも男子校だしな、驚愕が羨ましいわ。ボス、お前らかわいそうだから俺がチョコ作ってきてやったぞ。おー、マジで？ありがとう。早速いただくわ。うわ、なんじゃこりゃ。それわさび入りチョコレート。おい、入るぞ、お化け屋敷。ちょっと待ってや。早く早く。うわ、やっぱ出よう。AI で似てる有名人のそっくり度を測るアプリか。ちょっと使ってみるか。お、出た。え、吉沢亮 97%。 ん？受験期の思い出？そうだな、受験会場の外で飲んだコンポタが美味しかったな。夏、これとかいいんじゃね？ああ、いいね。すいません。あ、そっちも買うんかな？こういうのって、試着時に取れなくなった人とかっているんですか？なんだよ、その質問。はぁ、いいの買えたな。そうだな。こちら、お水になります。わぁ、なにこれ。高級な感じのお水。グッチって、水飲む場所だったのか。あー、冷ややっこが食べたい。今日はでっかいネギを添えて食べたいからな。あ、このネギ良さそう。飛び出ちゃいました。今日は炊飯器買いに行こう。有効ボード買ってきた。あれ、そういえば炊飯器買ってない。
ああ、もう朝か。早く退院したいな。なんとなく手足パタパタしよう。あ、恥ずかしい。でもここでやめたらなんか負けた気がする。続けよう。本日の動画はいかがでしたか？もしよろしければチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画で。